ちょっとしみちゃんの話聞きましょう。もう、うん、俺はやっぱもうこういうことになっちゃって申し訳ないけど、まあ分かってしみちゃんはもう、うんうん、松本ひとりさん、松本ひとりさん、こんばんは。はい、どうですか。あのこのリアルかリアルじゃないかみたいな話、まあありましたよね、うん、今。確かに僕も1話見た時はちょっとそんなことあるかやみたいな感じでちょっと思ってた節はあったんですけど、男の人が全然出てこないっていう時点で僕の中では脳内がもうファンタジーとして切り替えて見てたんで、うん、なるほどなるほど。この辺からもう整合性とかそういうの一切抜きにして、あとは共感できるところ何かないかなと思ったところで、あ、僕はもうぼっちちゃんと同じだったわっていうところに行き着きましたっていう。でもうすぐ解明しなきゃと思って、松本一人解明する決意はどうでもいいんですけど、そのぼっちちゃんと一緒だったっていうところをもう少しくださいなと思います僕らにはそう見えてないので、清水さんはどこのあたりがぼっちちゃんとつながってらっしゃるとおっしゃっているのか教えていただいてもよろしいでしょうか。これは多分ね、僕と同じ解明しなきゃと思った人多分いっぱい見てる。そこはもう大丈夫なんで解明の話は大丈夫なんで、まあ、僕の中では全部じゃないんですよ。ヤングサンデーっていう場所にいる時の僕がぼっちちゃんと同じマインドだなっていう風にすごい思いまして。え、なんで。これはだからぼっちちゃんが人とコミュニケーション取る時わーってなっちゃってパニクるじゃないですか、はいはい、でパニクってすごいたくさんの予想するじゃないですか。脳内会議をして、はいはい、こうなのかこうなのかみたいな。それを僕とかは番組の時はすごい考えちゃうというか、今このタイミングでこの発言するのってありなのかな、なしなのかな、わ、どっちなんだろう、もうよくわかんないから黙ってよ地蔵だみたいな髪の毛の、ね、色もね、髪の毛の色も確かに一番そういうその心 のなんていうのだから、みかん箱かぶってる時だけ自分が出せるみたいなのと同じで、かっ隠してる時じゃないと自分が出せないみたいな部分もそうですし、あとやっぱりヤングサンデーといえばアーティストさんたちが来られる時とかも、僕はその時マックスでぼっちちゃんが発動しちゃうというか、僕の話なんてつまんないだろうな、きっと何も知らないしとか、なんかその辺がすごく僕の中で今回のこの作品の共感ポイントというか、ぼっちちゃんと同じだなみたいな。でもこういう境遇って多分みんなきっとあると思うんですよね。会社でいう上司とか自分よりもスキルがある人と話す時とかは多分そういうモードが発動すると思うんで。でも承認欲求とか高いわけじゃないですか、チヤホヤされたいって、うん、そんなん僕もだから一緒なんす、一緒なんすって一緒なん、かわいい。だからロッチのキャラクターに対してしみちゃんすごいリアリティを持って感じたってことね。あ、そうそうそう、そういうことです。すごいわかる。いや、だから物語の中のリアリティラインはわかんないんですけど、ぼっちちゃんっていうキャラクターが持ってる心情とかはすごく僕の中ではリアリティというか共感を得たっていうことと、あと成長するときに、まあ、ぼっちちゃん努力はするんですけど、結局最終的に後押ししてるんで他力じゃないですか。そう、それも結構僕ヤンさんの中ではすごくその感じがあって、なんかやれみたいに言われて、え、できるかなっていうところでもう無理くり背中押されて、あー、生存戦略とかやってたもんねっていうところよね、背中っていうの。確かにそうやるとすげえ似てるね、しみちゃんとぼっち。いや、そうそうなんですよ、本当に。だから意外と共感できる人は多いかなっていうのと、あとやっぱり僕はぼっちちゃんと一番違うのは、ぼっちちゃんはずっと努力してましたけど、僕は努力をしてないんで永遠の実力不足っていうところをちょっと痛感して、最後すごく悲しくなりました。松本ひとりでした。ありがとうございます。いや、ずっと努力してはるじゃないですか、チョキチョキは。そうですね、専門分野なんでね、ヤンさんという場においてっていうことですね。別にトークのね特訓してないから、そういうことです、そういうことです。バンドあるあるっていうのがこの作品いっぱい出てきますけど、はい、俺は面白いなと思ったのはね、なんつってもアーシャでしょうね。アーシャね、アーシャを撮ろうっていう若者たち絶対楽しいよ、これ。楽しいと思う。だからバンドやると言ったらもうこの感じでメンバー揃って写真撮るっていうのをやろうって、うん、それでイケてる写真一生懸命撮ろうと思ったら、まあ、1人だけ暗くなっちゃいましたみたいなさ、ジャンプできませんでしたみたいな、ジャンプしてっけよね、うんうん、これはすごく分かりますよね。お金のないバンドマンといえば公園、壁、階段みたいなそうそうそう、これはビートルズぐらいから始まってんの、ね、ビートルズなんかあったじゃないですか。あ、でもね、うん、結構あると思うよ、ね、オマージュ系のアーシャは結構あるんじゃない、うん、誰々みたいになりたいみたいなね。そういうのは俺、アビーロードのさ、あのジャケなんてさ、うん、何回擦られたんねん、うん、レッチリの最高だったね、全裸っていうね、そうそうそう、同じ場所で。あとみんなが全員その目線外してるとかね、下向いてるやつ多いとかね、うんうん、あと半分水に浸かってるとかね、そうそう、公園の変なやつ乗ってるとか、夕焼け多いよね、夕焼けも多いかも、ね、うん、そういう憧れのミュージシャンがやってたやつ俺たちもやりたいよねみたいなので盛り上がるっていうのはとっても分かりますし、これ多分さ、理由がないとやらないことやってるとかもしれない。だから友達が集まってなんかやろうぜとかっていうよりも、バンドやってるんだからやんなきゃいけないよねって言ってやることっていうの、うんうん、これは本当に友達なのかどうかっていうのを考えてしまう部分でもあるじゃん。バンドメンバーだからここにいるんだ私っつって、だから夏休みに誰も誘ってくれなくてへこむわけじゃん、うん、でみんな所属するってことだね、誘ってあげなきゃって騒ぐっていうさ。でもバンドを組むということでさ、絶対かけ
ったらいけない存在になるっていうのはでかいんだよね、うん、だからあの時のライブに君がいないと困るからみたいな、そこがすごく重要な部分じゃないかなと思う。それをみんなで求めてるんで、バンドやるとそれが体験できるようなっていうのはすごくあると思います、うん、でその中で出てくるチケットノルマ、これね、はい、ほんまにこれ体験しただろ。体験したしたけど、うん、なんかもうバカバカしすぎてさ、なんで搾取されてるじゃん。あ、だからね、結局このシステムを90年代とか80年代ぐらいが多分始まってて、うん、それによって日本のバンド文化って俺結構衰退したんじゃないかなって思っちゃう。それはそうなんじゃない。だってドリンクだけ儲けりゃいいじゃん、うん、何をその演者に負荷をかけすぎっていうね、うん、うん、って思いますよ、うんうん、まあでもあれですよね、悪い風習だなって思っちゃう。じゃあ奥野さんが考えるのはライブハウスの経営はドリンクだけでやれと、まあ、ドリンクとか、うん、だから別にチケットはさ、うん、彼らにさバックをするマージンを変えるとか、うんうんうん、それでいいと思う。だってさ、みんなそんな友達いねえからバンドやってんのに、うん、そんなさばけるわけないじゃんって、うん、で絶対にライブハウスは損しないような、うん、スタイルでさ、出るためにお金払う。そうだね、出るためにお金払って来る客が2人とか、そんなのね、相当そのまあそれによってふるいがかけられるから、ある程度タフなやつしか残らないっていうのもあんのかな、わかんない、わかんないけど、やっぱちょっと切ないですよね、これを若い学生バンドとかに行かせていくのは。奥君のやってたバンドってどんなバンドだったの？ヘビーメタルバンドですね。高校？そりゃそうでしょみたいな言い方されてた。高校の時はコピーバンドですよ。コピーバンド何やってたの？ブルーハーツもそうだし、うん、メロコアですね。あなたは楽器できないじゃないですか。俺はもう完全に歌ですよ。ボーカル、うん、センターで。だから氷室京介みたいな歌い方でブルーハーツを歌うから、うん、変な変ですよトレイントレインとかってこと？どうそんなにあれじゃないけど、やってみてくれ。もっとさ、なんかそのなんてやってくれるんですか？それを。うわらね、歌う歌うわ。すいません、本当にすいません皆さん。ちょっとダンスが本当に本当にごめん。俺聞いた俺が悪かった。パパママおはようございます。うるさいわ。今日なんか初めて。ごめん止まんなくなっちゃった。なんだこれ。清水さんわかるよね。もちろんわかります。あ、来た。正解知ってたの。さすが清水さん。はい、正しい嫉妬のアピールの仕方。そうですね、はい、どうします？清水さんだったら僕個人が、うん、異性と話してても平気だとするじゃないですか、うん、平気だったとしても平気だよっていう素振りを出してると、うん、相手は私に興味ないっていうふうに思っちゃうから、それも良くないってことですよね、うん、なので自分としては意識してるっていうのをアピールしなきゃいけないっていうことで。嫌でしょだって。いや、僕は逆に自分がそうしたいんで、あれ制限されるのは逆に嫌なんで、はいはい、だから自由にしてもらう分自由にしなきゃっていうふうに言い聞かせます自分に。でも今回のケースであれば、うん、アピールとして僕個人として考えるのは、例えば同棲してるんですよねその方は、はいはい、その時に相手の人と楽しそうに話してて、それに対してちょっと嫌だなっていうアピールするんであれば、なんかその普段やらないこと、例えば家事というか、うん、2人でご飯食べた後に彼女がお電話してるんであれば、片付け物普段しないのにあえて片付け物をして、でその時に割れやすい皿みたいなものをあえて割ってみるみたいなちょっと待って何でちょっとその動揺してるみたいな、ポルタガイスみたいなことすんの？普段や優しさを示しつつも明らか動揺してるっていう、本当は切れてんだよっていう、はい、バリーンって割ってみるみたいな、はい、すごいね。そしたらなんか割れたみたいな感じで、ごめんみたいな、なんか話題が一回切れると思うんで、はい、話題一回切る感じにしますか？アクシデントがないと話題は切れないんじゃないかなと思って。怒ってますよという。でも僕個人としては、うん、一緒にいる時にそうやって異性が楽しそうに話してるんであれば、うん、問題ないから逆にそうしてるんじゃないかなっていう部分か、うん、もしくはプレイとして楽しんでるかどっちかですよね。そうですね、うん、プレイだった場合は結構大変ですけど、うん、大抵の場合は何ともないからそうしてるんじゃないかなと思います。ただ仲いいだけとか。